前回の動画でもご覧いただいたんですけども、私も下屋もですね、これほどまでに悪いプーリーは見たことないということで、今回史上最悪のプーリーということでご覧ください。プーリーの動きというのは縦回転とともに横にスライドします。それでベルトが前方だけにかかってしゃくられるものですから、どうしてもこの中心の無理な力がかかってしまいますね。そこでグリスとかの潤滑もなく力が加わり続けると、このように変摩耗もしてしまいます。これが新品の、まあ、マシンは違うんですけどね、これが新品です。型ないですね。クリアランスが適正であればこのようにスムーズにスライドします。このようにバカなになってしまうとプーリーが斜めになったまま回転するようになります。それでウエイトローラーも台形型に摩耗してしまうようになるんですね。このようなバカなっていうのは極端な例なんですが、クリアランスが増大するだけでこのようにウエイトローラーも台形型に摩耗するようになるんですね。プーリー自体が斜めに回転するのですから、側壁に押し付けられたり抵抗になったりして、このような異常な摩耗になるわけですね。逆にウエイトローラーの摩耗が変な形になってきた場合は、そろそろプーリーの寿命だなって思うことが大切なのかもしれませんね。メンテナンスとしては早めにグリスを塗っておけば、このように摩耗することがなく長持ちすると思います。このように私の動画を見ていただいて、整備の重要性を分かっていただければ幸いです。サイクルとしては半年に1回ぐらいメンテナンスしてやることで、安く安全に長く乗れます。ご自分でできない方は、最寄りの頼りになるバイク屋さんで整備をしてみてくださいね。